中部縦貫自動車道。中部縦貫自動車道は、長野県松本市から、福井県福井市までを結ぶ、高規格幹線道路、B 路線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は、全区間において E60 の名が割り振られている。長野県松本市を起点とし、岐阜県高山市の引き読みジャンクションで、東海北陸自動車道に接続。 道道を経た後、白鳥 JCT で分岐し、福井県福井市に至る。東海北陸自動車道との重複区間は、高速自動車国道、越坂トンネル関連区間は、国道416号、それ以外の区間は、国道158号に指定されている。以前は、県境区間の国道158号安房峠、及び、 油坂第3トンネルまでの群青市川は冬季になると閉鎖されていたが、安房峠道路、安房トンネル及び油坂峠道路の完成により、年間を通して長野県や福井県と岐阜県日騨地方との相互通行が可能になった。全線開通した場合は、北陸自動車道から東道を経て、長野自動車道、中央自動車道へ至る福井県と関東地方、 特に、東京都を結ぶ高速自動車交通の最短ルートを、なす。各道路ごとの遠隔は、事業区間ごとの概要にある、各道路の遠隔を参照。24時間交通量、大道路交通センサス。各道路の IC 及び、接続道路の詳細については、インターチェンジなどを参照。長野県内区間は、並 IC マイナス中の UIC 間は、 ダム建設時に整備された道路を利用しており、道路幅の狭さから大型自動車などの利合に時間を要するなど改良の余地があるが、この区間は一般道路と併用して整備をする方針となっている。このうち地元関係者の要望もあり先行整備される予定であった同区間の一部、長尾渡るダム周辺については、地元首長及び国土交渉との会談の結果、 2010年度、平成22年度の事業化を目指すこととなったが、後に調査、測量を除いた事業化は延期となった。また、松本旗道路は2008年度、平成20年度に事業再評価の対象となったが、事業の継続が決定した。岐阜県内区間は、鉱山清見道路の高山インターチェンジ費、清見 JGT 間の開通により整備が一段落、した後は、 入川はインターチェンジ、高山インターチェンジ間の調査、設計などが進んでいるほか、中間にインターチェンジを作る動きもある。また、現道の改良が進んでいる平湯インターチェンジ、入川インターチェンジ間は、高山東道寺として調査中である。福井県内区間は、a 平寺大野道路の松岡 IC 福井北、JCTIC 間が2015年。 平成27年3月1日に開通し、北陸自動車道との接続を果たし、残る上市日インターチェンジ A 平時インターチェンジ間も2017年、平成29年7月8日に開けした。また、残る県内未供用区間は、全線、大野油坂道路として事業化されている。松本旗道路は、長野県松本市島立と、同市畑石原間に計画されている。 全長 5.3km の自動車、専用道路である。1996年度、平成8年度に事業化され、1999年、平成11年3月15日に、都市計画決定された。松本インターチェンジの南側にあたる島立地区に、設置予定の松本ジャンクションで、長野自動車道から岸、畑地区で工事中の渋滞対策道路、県道で、 国道158号のバイパスとしての位置づけと接続する構想である。この区間はアクセス道路の問題と地元住民の反対により整備は進んでいない。アクセス道路については2車線で整備することが決まっていたが、田中康夫知事が1.5車線に計画を変更した。後、村井人知事により再び2車線で整備する計画に戻り。2013年12月。 国土交通省関東地方整備局長野国道事務所が島立、新村、和田、並田の各地区で地元町会長などに対し説明会を開催した。2014年1月からは地権者ら地元住民対象の説明会を開き、理解を得られれば地質調査や測量を始める方針とされる。この計画については渋滞解消や 観光資源の有機的な接続といったメリットの反、有料な農地や景観を失うとする住民の反対意見が合わせて報道されている。2018年4月、松本市は松本ジャンクションと並田インター、歌唱の間に新村 IC と和田 IC を地元自治体が整備、維持管理を担う追加インターとして設置する方針を示した。長野県松本市畑石原。 ナミタ IC と同志厚み中の湯、中の湯 IC を結ぶ区間は基本計画区間となっている。事業化されておらず、事業名もない。なお、東区間と並行する国道158号は防災上の問題がある保管色となっていることから、長は渡るダム付近の約 2km について、国道158号のバイパス道路を建設する道路改良事業。 一般国道158号な渡り改良が2011年度の新規事業として採択された。阿房峠道路は長野県松本市安住中野湯、中野湯 IC と岐阜県高山市奥比騨温泉号、平湯、平湯インターチェンジを結ぶ全長 5.6km の道路である。長野、岐阜県境の安房峠直下で短絡しており、 大半の区間を安房トンネルというの平らトンネルが占めている。高山東道路は、岐阜県高山市奥平温泉を平湯、平湯インターチェンジと岐阜県高山市入川町房方、入川インターチェンジを結ぶ道路。基本計画区間となっており、調査が行われているが、事業化されていない。高山清見道路は、岐阜県高山市入川町房方、入川インターチェンジと、 同式読み町夏間や、引読み JCT を結ぶ、全長 24.7km の道路である。通行料金は無料。東道路の内高山インターチェンジ費、清見 IC 間のみ暫定に車線で供用中である。残りの入荷はインターチェンジ、高山インターチェンジ間は2013年、平成25年11月15日より、工事着手しており、 2023年どころの完成を見込む。岐阜県高山式読み町夏間や引読み JCT と岐阜県郡上市白鳥町、向井小原、白鳥インターチェンジ付近は、東海北陸自動車道との重複区間である。高速道路ナンバリングにおいては、この区間は E41 と E67 の重複不安となっている。油坂峠道路は、 岐阜県郡上市白鳥町向井小田ら、白鳥インターチェンジ付近と福井県大野市東市府、旧油坂峠料金所付近を結ぶ全長 11.3km の道路である。元は有料道路として共用を開始したが、道路の管理主体が日本道路公団から国土交通省中部地方整備局へ承継されたことに伴い、2005年、 平成17年9月30日に無料化された。福井県側から東道路を通行した場合は、白鳥インターチェンジから一般道に降りることはできない。岐阜県側にある油坂第一、第二、第三トンネルが大きくカーブしているのと対照的に、県境を貫く越吉道道は直線になっているので、入口から向かい側の入口を見ることができる。 大野油坂道路は、福井県大野市東市府、旧油坂峠料金所付近と、同市中津川、大野インターチェンジを結ぶ道路。道路規格が、第1種第4級、車線幅員が3.25メートルで計画されている。日本の高速道路はそのほとんどが、車線幅員3.5メートルを基準としており、西九州自動車道や三苑南進自動車道で、原道を活用する場合、 暫定的なものを含むに、元未満で共用する例が見られるが、新規に自動車専用道路を整備する場合に最初から、車線福音を3.25メートルで計画するのは、非常に得意である。2009年、平成21年3月9日、国土交通大臣の諮問機関である社会、資本整備審議会の部会が開かれ、数泉インターチェンジ、大野一海皿、大野東インターチェンジ、 同市下ただの間の1 4トルが着工の見込みとなった。計画では完成2車線で設計速度時速6 0トル。事業費は約523億円。1日あたりの計画交通量は約7400台。防災や救急医療などの面からも必要とされたほか、費用対効果は3.4と高い評価を得ている。同月13日。 2010年度新規事業として採択されることが正式に決定した。2014年、平成26年3月末時点の用地、取得率は54%で同年8月30日に着工。用地がまとまった箇所から順次工事を進める予定で、非公式に駆けつけた福井県選出の参議院議員、山崎正明は7、8年で完成できるのではと全通に向けた。 意気込みを示した。油坂峠、数泉インターチェンジ間 15.5km については、計画交通量を1日あたり、約4500台と見込む。同区間の整備を2011年、平成23年12月24日に、翌年度政府当初予算案の一部として、閣議決定、2012年、平成24年4月5日に、同予算が国会で成立し、 翌日の予算配分によって正式に事業化された。東日本大震災を教訓に国土交通省が全国で高速道路ネットワークの未整備区間の解消や代替流確保を重視する中で中部縦て道の南海トラフ巨大地震発生時の迂回路としての機能が改めて評価されたものと見られている。また、大野東インターチェンジ。 大野インターチェンジ間の 5.5km についても2015年度、平成27年度に新規事業化され、これにより、中部建て間道の未事業化区間は解消され、全線開通に向けての大きな一歩となった。永平寺大野道路とは、福井県大野市中津川、大野インターチェンジと、同県福井市減少島町、福井北 JCTIC を結ぶ。 全長2 6 4トルの道路である。2017年、平成29年7月8日に、上市比インターチェンジ A 平治インターチェンジ間が開通したことにより、全線暫定に車線開通となった。都市計画時は、有料道路として整備した場合に、石上 PA を、勝山インターチェンジ上市比インターチェンジ間に設置する計があったが、道の駅前の里が、 紙慈悲インターチェンジの近くに開設されたため計画は中止となり、永平寺町や福井県、国土交通省の資料やパンフレットからも削除されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。